続いてドラゴンカイザーですが、こちらね、エクスカイザーの方は変形しないで、このような最初からロボの状態になったものがこちらに合体します。はい、では劇中ではエクスカイザーがドラゴンジェットを呼ぶところから始まります。ドラゴンジェット、ドラゴンジェットが来ました。そしてこちらもね、いきなり変形が始まります。そしてここのね、銃なんですけども、これは劇中では普通にくるっと回ってね、向きが変わるんですけども、ここにこの肩のところに干渉するので、一回外してから180度回してまたセットします。反対側も同じように外して180度回してセット。そしたらですね、一回このフードを開けて、これがですね、ちょっと難しいんですけども、劇中ではですね、この腕がこのように前のところに来て、ここまで全部ここまで来るんですね。ちょっとこの角が邪魔してですね、このようにこのぐらいまで来るんですね。そしてここの前のところが跳ね上がって、これがもう全部上まで開くんですけどもね、これもいろいろ干渉するので、このキットだと腕をちょっと開いてここまで開けて中にエクスカイザーを入れるということになっております。ちょっとね、入れにくいんですけども、このようにね入れて、そして閉じます。はい、これで完成です。巨大合体ドラゴンカイザー、はい、ドラゴンカイザーは、こちらも腕はもうまっすぐなんで稼働はできません。このぐらい振るぐらいはできます。そして足もね、あんまり、まあ変形の関係上膝がこのぐらい曲がるという、そんな感じです。足はまあ開きます。はい、このようなまあ必殺技としてはこのドラゴンアーチェリーがあるんですけども、このようにね持たせることができないので、まあここに挟んでサンダーアローとやることはちょっと難しいですね。はい、ドラゴンカイザーはこのような感じとなります。そして、最後のねグレート合体になりますが、グレート合体はエクスカイザーはこのままで、その周りにね、ドラゴンカイザーがいろいろ分離してパワーアップします。ドラゴンカイザーはこのようにねバラバラにして、そして中のエクスカイザーを出します。テレビ本編での設定上では、ドラゴンカイザーから出たエクスカイザーがキングエクスカイザーに乗って、それからグレートエクスカイザーに合体するという流れになってますね。はい、このように分離しまして、ここにね腕が入っております。
はい、ここの足のところからですね、このジョイントを出して取り外しまして、こちらのねジョイントにしまして、またこちらの、はい、ここのジョイントに取り付けます。そしてバルカン砲をこちらに取り付けます。でドラゴンカイザーの腕は使いません。でね、左足の方もこちらね腕のジョイントを取り出して、それも肩のところから、腕をね取り外してこちら取り付けまして、肩パーツに取り付けます。そして銃の方も取り付けて、それで肩の方が完成ですね。はい、それではまず足の方を、こちらはこのように折りたたみます。折りたたんでこちらに、はい、こちらにセットします。こちらの背中の羽の方はこのぐらいまで下げます。そしてこの肩のパーツをちょっと一回開きましてね、ここの後ろの穴にジョイントします。あのキングエクスカイザーの腕は一回外しておいて、はい、そして反対側も肩の方に、肩の後ろのジョイントに取り付けます。はい、こちらのねドラゴンジェットの機体のところからキングエクスカイザーの頭を取り出して、こちらはこの後ろに取り付けます。そしてキングエクスカイザーの頭を取り外して、グレートエクスカイザーの頭を取り付けます。はい、これで完成です。超巨大合体グレートエクスカイザー。これねちょっとね、このブレイブガム独特の特徴なんですけども、いろいろなところがポロリポロリいってしまうんでね、ちょっと根気強くちょっと今も外れましたけども、根気強く合体をしていかないとね、最後までたどり着かないということになります。はい、まあ一応これグレートエクスカイザーが完成したのでね、僕はこの状態で飾っておきたいなと思います。まあ、いろいろとね、使わないパーツなど出てきますけども、一応これがね最終形態でかっこいいなと思いますのでね、こちらの、劇中ではねこのカイザーソードとドラゴンアーチェリーをこう合わせると、このでっかいカイザーソードになって必殺技をね決めますけども、これを持たせるとかなりかっこいいですね。はい、まあこれでやっぱりこれいろいろねポロポロ取れてきちゃうんで、可動箇所もね全くないに等しいという感じなんですけども、やっぱりこの肩のところがね合体の都合上結構外れやすいなと思います。はい、これでグレートエクスカイザーは完成なので、今回ねかなり時間かかっちゃいましたけどもとてもかっこいいものができたので満足です。これをねガオガイガーの上の方に飾っておきたいと思います。で、まあ、他のこちらのセットもまた別の動画で組み立てやってみたいと思いますので、そちらもお楽しみに。はい、ということで今回はこちら
勇者伝説ブレイブガムグレート合体セットのグレートエクスカイザーを組み立てました。それでは以上、トイズガオでした。ご視聴ありがとうございました。 Twitter もやってますので、そちらもチェックしてみてください。評価、コメント、チャンネル登録などもよろしくお願いします。それではまたねー。